スガイドの伊藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではですね、まずは免税品のご案内からしていきたいと思います。免税品と呼ばれる商品は袋に入れられまして、入り口は措置キスで止められて、袋閉じされております。そして袋の外側に大きなレシートをつけてもらっている商品、こちらを免税品と呼びます。この免税品は袋についている外側のレシート、こちらを税関スタッフに見せてもらう必要がありますので、こちらは手荷物で必ずお持ちいただくようにお願いいたします。今預け荷物スーツケースの中にしまっているお客様いらっしゃいましたら、空港到着いたしましたら手荷物としてお持ちいただくようにお願いいたします。そしてこの免税品にも2種類ございます。液体類の免税品、それ以外の免税品と分かれます。液体類の免税品は機内持ち込み禁止となっておりますので、空港到着しましたらすぐですね、入り口に税関スタッフが立っております。この税関スタッフに袋についているレシートを剥がしてもらいましたら、預け荷物の中にしまっていただくようにお願いいたします。そして液体類以外の免税品は飛行機乗る直前に行います。ですので預け荷物にはしまわず、そのまま手荷物でお持ちいただきまして、飛行機乗る直前税関にてこの手続きを行います。こちら手続きを怠ってしまいますと罰金500万円ですね、日本のご自宅まで追いかけてきてしまう恐れがありますので、必ずお手続きを行っていただくようにお願いいたします。そしてもう一つですね、税金の払い戻しを受けるお客様、300ドル以上ですね、同一店舗でお買い物していただきまして、税金の払い戻しを受けるお客様、こちらも商品とレシート、こちらを手荷物でお持ちいただくようにお願いいたします。この税金の払い戻し手続き、飛行機乗る直前にこちらも行いますので、預け荷物にはしまわず手荷物でレシート、そして商品お持ちいただくようにお願いいたします。そしてこの商品の中に液体類が含まれている場合、こちらも機内持ち込み禁止となっておりますので、先にですね、空港到着いたしましたらこちらも別カウンターにて手続きを行います。こちらですね、私の方でまたご案内させていただきますので、今回300ドル以上のお土産購入されまして、その商品の中に液体類が含まれている場合、こちら空港でお声掛けさせていただきますので、お越しいただくようにお願いいたします。これですね、液体類が含まれていない場合はそのまま手荷物です。手荷物で、レシートと商品をお持ちいただきまして、飛行機の直前ですね、手続き行いますので、預け荷物にはくれぐれもしまわずにお願いいたします。こちらもですね、手続きを怠ってしまいますと、税金ですね、払い戻しの税金返ってきませんので、ご注意をお願いいたします。それではですね、まずは機内に持ち込めないもののご案内をしていきたいと思います。機内に持ち込めないもの、100ミリ以上の液体類、こちらは全て没収の対象となります。今手荷物でお持ちのお客様、必ず預け荷物に移し替えていただくようにお願いいたします。100ミリ未満の液体類でしたら機内持ち込み可能なんですけれども、専用の袋、ジップロックの袋に入れていただく必要がございます。でこちらですね、どんなものが液体類として見なされるかといいますと、ジェル状のもの、クリーム状のもの、こういったものも対象となりますので、歯磨き粉、リップクリーム、マスカラ、口紅、蜂蜜、全て液体類として見なされますので、今手荷物でお持ちでしたら預け荷物に移し替えていただくようにお願いいたします。そして小物類、先ほどがった金属製のもの、こちらも機内持ち込み禁止となっております。今手荷物でお持ちのお客様、こちら預け荷物に移し替えていただくようにお願いいたします。特に女性のお客様、化粧ポーチの中身ですね、眉カット、ピンセット、爪切りですね、こういったものがあるかと思います。こちらはあらかじめ預け荷物に移し替えていただくことをお勧めしております。そして、可燃物ですね、ライター、マッチ、可燃物をお持ちのお客様、こちらは預け荷物にしまうことができません。機内持ち込みとなっておりますので、ライター、マッチをお持ちのお客様、お一人様一つまで機内持ち込みですね、お願いいたします。そしてお荷物の出し入れあるお客様、空港内空いているスペースを使ってお荷物の出し入れお願いいたします。本日お連れ様とご旅行されているお客様いらっしゃいましたら、空港到着いたしましたらうまく役割分担していただきますと、その後手続きスムーズにいくかと思いますので、ね、1人が列に並んでいただいて、1人がお荷物の出し入れとうまくですね、役割分担いただくようにお願いいたします。そして一体ネットスターチェックインカウンターに必要なものはパスポートだけとなっておりますので、一回列に並んでいただいた際はお手元にパスポートのご準備お願いいたします。こちら列を並んで順番待ってますと、空いたカウンターのスタッフがイエスプリーズ、もしくはネクストプリーズと声をかけてくれますので、声をかけてもらいましたらお連れ様同士でこちらをお進みいただきまして、チェックイン手続きお願いいたします。そして
預ける際なんですけれども、スーツケース、タイヤが付いている方を下にしてしまいますと、コロコロと転がって破損の原因となってしまいますので、スーツケース預ける際は、横の取っ手が上になるように、横の取っ手が上になるように、お荷物を預けていただくようにお願いいたします。そして気になるお荷物の重さ重量制限なんですけれども、お一人様預け荷物20キロ、手荷物10キロと決められております。機内に持ち込める手荷物の大きさはチェックインカウンター横にあります銀の枠の中に入る大きさとなっておりまして、目安は座席の上にありますダッシュボード、この中に入る大きさとなっております。そして預け荷物20キロを超えてしまいますと1キロにつき超過料金25ドル発生してしまいます。今回お連れ様同士でご旅行されている場合、人数×20キロとなっております。2人でしたら40キロ、3人でしたら60キロとお荷物預けることができるんですけれども、1つのスーツケースの重さ、預け荷物の重さが32キロを超えてしまいますと預かり拒否となってしまいますので、お荷物の重さの調節ですね、十分お願いいたします。預けるお荷物は何個でも大丈夫なんですけれども、重さとですね、1つのスーツケース32キロを超えないようにして、こちらだけご注意いただくようにお願いいたします。そして超過料金なんですけれども、すぐに支払う必要ございません。一度列を離れてお荷物の出し入れが再度できますので、お連れ様のお荷物に移し替えていただくか、もしくは手荷物に移し替えていただくと、お荷物のバランスの調節お願いいたします。そして2度目のチェックインは列に並ばずに戻って手続き再開することができますので、元いたカウンターに戻っていただいて手続きですね、再度行っていただくようにお願いいたします。そして1回で手続き終わりますと、お手元にはパスポート、搭乗券、お荷物預かり証の3点が返ってまいります。お荷物預かり証は皆様の預けたお荷物にトラブルがあった際の証明書になりますので、こちらは日本到着まで必ずなくさないようにご注意をお願いいたします。そして搭乗券ですね、受け取っていただきましたら中身の確認をお願いいたします。行き先が間違っていないかどうか、そしてお名前がパスポートの表記と一緒になっているかどうか、そしてお連れ様と席が近いかどうか、こちらチケットを受け取っていただきましたら必ずご確認いただくようにお願いいたします。そしてここでの確認を終わったお客様から、今回の HIS ツアー流れ解散となります。特にご質問もなく問題もないというお客様は、そのまま2階まで上がっていただきまして、2階に上がっていただきますと、青いディパーチャーズと書かれたゲートがございます。この中にお進みいただくようにお願いいたします。2階には一見小さな喫茶店があるだけになりますので、この青いゲートの奥に出発ロビーございます。こちらに免税品店、お土産屋さん、レストランと充実しておりますので、こちらをお進みいただくようにお願いいたします。そしてこの青いゲートの先、本日私同行することできませんので、ここから先はお客様ご自身での手続きとなりますので、またこちらもですね、ご注意して聞いていただけたらと思います。まずはじめに青いゲートをくぐっていただきますと、出国審査がございます。ここ出国審査で必要なものはパスポート、搭乗券、出国カードの3点です。緑色の出国カードはこちらで必要になりますので、ここまでにご記入をお済ませいただくようにお願いいたします。1階のチェックインカウンターではこの出国カード必要ありませんので、こちらでは出さないようにご注意をお願いいたします。そして出国審査過ぎますと、今度は税関がございます。ここ税関で液体類以外の免税品の袋についているレシートをここで剥がしていただきますので、必ずここまで手荷物でお持ちいただくようにお願いいたします。くれぐれも預け荷物にしまわないようにご注意お願いいたします。そして液体類の免税品、化粧品、ワインといった液体類の免税品は空港到着してすぐとなっておりますので、こちらもお間違いのないようにお願いいたします。しつこいようですが、こちらお手続き怠ってしまいますと罰金500万円ですね、日本のご自宅まで追いかけてきてしまう恐れがありますので、お手続きを忘れないようにご注意をお願いいたします。そして税関過ぎますと、今度は手荷物検査がございます。ここ手荷物検査まで今、お手元にペットボトルの飲み物をお持ちですから、機内持ち込み、すいません、ここまで手荷物検査まで持ち込み可能なんですけれども、中身が100ミリ未満でも容器が100ミリ以上でしたら機内持ち込みは禁止となっておりますので、こちらもご注意いただくようにお願いいたします。ちょっと待って。そして手荷物検査過ぎますと、いよいよ出発ロビー到着となります。出発ロビー到着いたしましたら、税金の払い戻しを受けるお客様、2番ゲート、3番ゲートの間に TRS と書かれました消費税払い戻しのカウンターがございます。こちらへとお進みいただくようにお願いいたします。この税金の払い戻しのサービス、搭乗開始となりますと手続き途中でも打ち切りとなってしまいますので、出発ロビー到着いたしましたら一番初めに手続き行っていただくようにお願いいたします。
両替所がございます。必要のないオーストラリアドルはこちらで両替することができます。そして2番ゲートの前には喫煙所がございます。ただし喫煙所内館内放送非常に聞こえづらくなっておりますので、早朝間際の喫煙お控えいただくようにお願いいたします。そしてこの出発ロビー内、先ほどご案内させていただきましたように、搭乗開始まで最後のお食事、お買い物を楽しんでいただけたらと思います。そして機内の食事のサービスなんですけれども、本日食事、そしてモークのサービスついているお客様、離陸して水平飛行に入ってから昼食1回、そして日本到着前に軽食1回、計2回の予定となっております。そして万が一出発ロビー内で、トラブル発生いたしましたら、初日にお渡しいたしました HIS の連絡先、こちらにお手数ではございますがご連絡いただくようにお願いします。それでは管制塔が見えてまいりました。もう間もなくケアンズ国際空港ターミナル到着です。この度は皆様 HIS ツアーをご利用いただき誠にありがとうございました。ここオーストラリア、日本の国土の約21倍ということもありまして、ケアンズ以外にもまだまだ見どころたくさんございます。今回皆様にお取りいただきました観光ビザ ETAS には1年間の有効期限がございますので、また近いうちにここオーストラリアに遊びに来ていただけることを心よりお待ちしております。それではですね、バスが到着いたしましたら、ピーターが皆様のお荷物を下ろしてまいりますので、お荷物受け取っていただきましたら一度歩道の方にお集まりいただきまして、また皆様のお荷物お揃いになりましたら空港内ご一緒にご案内させていただきます。そして行きの飛行機でつけていただきました白い長いレシートのような荷物タグですね、こちらはまたケアンズの空港内にて新しいものをお付けいたしますので、まだ預け荷物に長いレシートのようなタグついているお客様いらっしゃいましたら、こちら必ず探していただくようにお願いいたします。そしてこのバスなんですけれども、この後すぐに市内に戻ってしまいますので、くれぐれもバスの中にお忘れ物ないようにご注意ください。バス降りの際はお座席足元ですね、ご確認いただいてお降りいただくようにお願いいたします。それではお疲れ様でした。ケアンズ国際空港ターミナル到着です。お忘れ物のないようにご注意お願いいたします。